リョウモン、これでいいのでしょうか。天下に曹操を打ち倒すためのなのに、曹操と謀って慶州を取れば。行くぞ。今や天下は二分などではない、三分だ。おそらくは諸葛亮の策に我らも曹丕も飲まれつつあるのだ。確かに。そして近郊の用地慶州に打ち込まれた草木は軍神関羽なのですね。うん、奴がいる限り乱世は収束へと向かわん。裏切りのそしりは受けよう。だが真なき命にとらわれて朽ちるわけにはいかんのだ。ですが、それでは姫様はどうなるのでしょう。殿はご決断なされたのだ。ならば我らは孫悟の明日のため慶州を取るのみ。軍神関羽を討ち慶州を得るのだ。関羽は前線か。好都合だな。いざ孫悟の明日のため軍神を討つ。今は命のことを考えてはいられませんね。陸白軍参ります。裏切りはやめてください。まず行くぞ。もう知ってるんですよね。私が非力なばっかり、もっと筋肉をつけて出直します。敵将しとったり。いい裏切りか。面倒な時に来やがって。しっかり働かねば関羽殿に叱られる。やるしかあるまい。敵の砦を守るのは美宝と不死士。彼らは関羽に不満があると言います。それが忍び届かなかったか。軍神関羽お見事なり。敵将を報徳関雲長が討ち取った。さあ皆関城への攻勢を強めるのだ。って好きで関羽に従っているのではない。機会をくれるならお前たちと手を組もう。拙者はまだ倒れるわけにはまいらん。兄者の天下を見るまでは。うん、諸君の将が寝返ってきたか。関羽め、存外人望は高くないようだな。今はこの戦を終えることだけ考えねば。己関羽逃げ出したか。おぞ、何としてもこの戦で奴を撃つ。前へとすぐには関所を開かねばか。美宝、父、お前たちに働いてもらうぞ。これで終わりと思うな。我らにはまだ奥の手がある。呉が来ようが優勢に変わりはない。このまま繁盛への投石攻撃を開始せよ。うわぁ、石が、誰か助けてくれ。繁盛を落とされてはいかん。俺たちで投石を止めるぞ。これで投石は止まりましたね。繁盛はひとまず大丈夫でしょう。両毛殿の顔色が終わり、無理しているように見える。この地形、そしてこの雨、
広げた。敵の狙いは水にあり。近くに水門があるはずだ。急いで向かい、諸君の手から守るぞ。今こそ水系の時だ。拙者たちは水門へ向かうぞ。承知しました、兄上。よし、これで水系は阻止できたろう。あとは関羽を撃破するのみだ。諸君の圧力が弱まってきた。お前は後期五軍と協力し関羽を討たん。いい戦ぶりだ、陸遜。大局を見定めつつ細部への注意を怠るなよ。はい、リョモード、勉強になります。無事か、カウよ。この交換者が助けに参ったら。リョモードの関所を開けておきました。こちらを通られるがよかろう。父上のもとには行かせない。私が相手になろう。こちらからも進入は可能です。さあ、我らで関羽を倒しましょうぞ。関羽を撃てば食との亀裂は決定的に。でもやるしかないのね。何者との命を破るか。兵衆に現れ我らに刃を向けるとは。恥を知らぬ裏切り者どもよ。この関雲長、貴様らなどに打たれはせん。己孫悟、破るか。貴様が兵などと口にするな。殿も、ロシク殿も、皆劉備を信じようとした。お貴様がこの慶州で踏みにじったのだ。劉邦殿、全ては我が兄劉玄徳の大使のため。そうだろうとも。そして我らも孫悟のため貴様を討つのだ。孫悟の治癒と覚悟、拙者の義を上回ったか。なり兄者、関雲長、お先に失礼つかまつる。これで孫悟の地盤はより盤石となろう。リオモードも、なぜこのようなご無理を。最後に汚れ役をかぶるのもよかろうと思ってな。あとは任せたぞ、リクソン。平立の時代、お前たちが切り開け。リオモードの、私はまだあなたから学ぶことが。
大丈夫です。傷と疲労で危険な状態ですが、直ちに医師に見せれば。恐らく。そうですか、よかった。この戦、思うところがなかったわけでございません。ですが、全てを背負って戦ったこの方は何としても救いましょう。